このコーナーは、毎回一人の障害者アスリート、チャレンジドアスリート、及び障害者アスリートを支える方にスポットを当て、スポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います。ボッチャ日本代表の広瀬高之です。広瀬高之1984年、千葉県君津市生まれの31歳。先天性の脳性麻痺のため、車椅子生活に。 高校3年まで車椅子陸上をやっていたが、卒業後本格的にボッチャをはじめ、2006年日本ボッチャ選手権で初優勝。2009年まで4連覇を果たすなど、通算6回日本一に輝いた。パラリンピックには北京から3大会連続で出場。リオで初のメダル獲得を目指す。脳性麻痺のため、現在、 手先がかろうじて動かせる状態の広瀬。袖ヶ浦の養護学校に通っていた頃は、車椅子陸上をやっていたが、ボッチャに出会ったきっかけは、だんだんちょっと筋肉だったりとかが、まあ緊張だったりだんだん強くなってきて、自分の思うようにタイムが伸びなくなってきたって、まあ事実なことで、卒業間近だったので、 まあ何かしら卒業してからもやりたいなと思って学校の先生だったり体育の先生だったりにまあ相談してまあそこで紹介されたのでまあ体育ではやってたんですけど高校3年の夏ぐらいから本格的なボッチャという競技にやることになってそこから日本選手権にずっとはいでてでもまあそれがきっかけですかねボッチャとはイタリア語でボールの意味 パラリンピック正式種目で、脳性麻痺など重度障害者による対戦型のスポーツである。選手には、一人6球のカラーボールが与えられ、ジャックと呼ばれる白いターゲットボールに、いかに近づけられるかで勝負を競う。簡単に言えばまあ、カーリングに近い競技で、ボッチャはまあ床の上の競技で、白いジャックボールと呼ばれるボールに、まあいかに近づけられるか、 っていうのが、まあ、簡単な説明になるかと思います。女性とも男性、まあ、混合の、なっていて、頭脳戦って言われて、2手3手先を考えるとか、そういうのがポッチャーという競技になるかと思います。ターゲットに最も近い場所へボールを置いた方が勝ち。負けた方のボールの位置より、内側のボールの数がそのまま得点となる、カーリングに似た頭脳戦の要素もあるスポーツだ。 広瀬がボッチャにのめり込んだきっかけはまあ自分のこの頭で考えたプレーが実際にできるときやっぱりどうしても人間なのでどうしてもブレとかミスとかどうしてもあるんですけどそれがやっぱり頭で考えたことが実際に成功したときは本当に嬉しいなと思ってやっぱそれからもうもう10年以上はやっぱ多分楽しいというか考えられているのでやっぱ続けられたのかなと思います 2003年、広瀬は日本ボッチャ選手権に初出場。いきなり3位の好成績を上げ、2006年には初優勝。そこから4連覇を果たした。まあ年々ボールも変わっていて、その時は本当にカチカチのボールだったので、まあどこまでやれるかもわからなかったので、考えてるよりは実際プレイして楽しもうっていう感じでその時はやってましたね。まあその時勝とうとかまだそこまで思っていなくて、 とりあえずもうやれるとこまでやろうっていう思いではやってました、ね。日本選手権の初優勝した時は大体二十歳か二十一ぐらいの時で、まあやっと念願の、まあ一番上の頂点に立てたっていうのは、やっぱり自分の自信にもやっぱりなりましたし、その時は思うように自分のか頭で考えたことが実際にプレイできたので、やっぱそれが結果につながったのかなとは思っていますね。広瀬には 長年にわたってボッチャ日本一の座を争ってきた良きライバルがいる。同じ日本代表で2歳年上の杉村秀隆だ。広瀬にとって杉村はどんな存在なのだろうか。ここ数年、まあ日本選手権で優勝を争ってるような、まあ存在なので本当に良きライバルで、二人でやっぱ切磋琢磨して技術だったりとか、やっぱ向上していけば、まあ海外でも 対応できるのかなと思っていていやっぱり杉村さんがやっぱいなければもっと上の技術だったりとかもやろうとは思っていなかったのかもしれないですけどでもやっぱりチームになるとやっぱ仲間っていうか力を合わせてやるのでまあライバルでもあるし良きチームメイトでもあるなと思っています。国内最高峰の大会 日本ボッチャ選手権で通算6回の優勝を誇る広瀬だが、2013年に行われた第14回15回大会では、いずれも決勝で杉村に敗れ、2大会連続で苦敗をなめた。もちろん悔しかったですし、寄ってる寄ってないというか、本当にミリ単位の試合で、見た目の目で見た感じだと、本当に白い棒にくっついてるかくっついてないか。 この時は、わずかミリ単位の差で明暗が分かれてしまった。翌2014年、この借りは絶対に返すと固く心に誓って臨んだ第16回大会。地元千葉で開催された大会で、広瀬は見事王座を奪還した。 2回連続、やっぱり2位で終わってしまっていたので、3、連覇はちょっと、まあ自分的にはちょっとさせたくないなっていう気持ちもあったので、その開催地がちょうど千葉っていうか地元だったので、どうしてもやっぱ千葉ではやっぱり、金メダルは渡したくないっていう気持ちももちろんあったので、それで頭の思う展開通りにこう、動いていって、試合通りに行けたので、 まあ、優勝奪還できてよかったなと思います。広瀬と杉村はプレースタイルも対照的だ杉村さんは結構、まあ、頭脳、本当に頭で考えたりとか、あと、テクニシャンっていうか、確実にやっぱ1点を取ったりとか、そういうようなプレイスタイルだとは自分は思っているんですけど、まあ、私はどちらかというと、やっぱパワースタイルというか、まあ、寄ったら思いっきり弾いたりとか、 そういうスタイルだと思いますね。もあるそうだ。もちろんチームの方とやっぱ話す機会はもちろんとっていて、リオではまあ、もちろん個人戦と団体戦はもちろんあるので、個人戦はもちろんライバルでもなりますけど、まあチームでは力を合わせて、日本チームの目標を精一杯が、まあ達成できるように頑張りたいと思います。 お互いが切磋琢磨できる存在。良きライバルと共に、広瀬はさらなる高みを目指す。リオパラリンピックの正式種目でもあるボッチャ。世界では今、どの国が強いのだろうタイがまあダント,ツトップですかね。はい。個人戦でいうと、まあ今のランキングで言えば中国が、まあ一番強いかなと思いますね。北京パラリンピックぐらいまでは、結構ヨーロッパ勢が、 結構ほぼ上位を独占しているような感じだったんですけど、ロンドンシリーズになってからだんだんこうアジア勢がだんだん力をつけたというか、まあだんだん伸びてきていて、まあ今では本当にほぼ、まあ、メダル、まあ大会を見てみると、ほぼ上がってるのはほぼアジア勢がほとんど多いかなっていう感じはしてますね。台頭するアジア勢の中で、現在日本の位置は。 今の世界ランキングで言うと、今7位ですかね。まあ一応パラリンピックの水準記録には超えているので、まあパラはほとんどいけるんじゃないかなと思っていますね。広瀬が初めてパラリンピックに出場したのは2008年の北京大会。この時は代表の中で一番年下ながらキャプテンも務めた。やっぱり初めてのパラリンピックなので、 まあ緊張だったりとかしている部分はもちろんあったのでまあでもその中でもまあ自分の持っている限りはプレーしようという気持ちでもちろんまあ戦いましたまあ床の床材だったりとかが微妙に違ったりとか選手間で共有したりとかパラリンピックで初めてのキャプテンだったので選手とのまあ意見交換というかまあここはどうするとかいうのを 言い合いながらできたので多少大変な部分も,もしかしたらあったのかもしれないですけど本当にいい経験ができたなと思っています世界の壁は厚く不本意な成績で終わった北京パラリンピックここで見えた課題とはやっぱりミスが多いとやっぱどうしても負けてしまうどうしてもやっぱり強い国はミスが少ないというかほぼゼロな状態でやっぱ試合展開をしているのでやっぱミスが多かっ たんじゃなないいかなとは思っています、ね、北京での敗戦を糧にして続く2012年ロンドンパラリンピックで日本は団体で初めて一次リーグを突破した準々決勝でポルトガルに敗れ7位に終わったが広瀬は大きな手応えを得た北京パラリンピックの時が本当に何も 日本チームとしては何もできなかった。でも、ロンドンパラリンピックに入っては、やっぱり、でもその予選リーグがスペインって結構ヨーロッパで本当に強い国だったんですけど、まあ、チームの中でまずは予選、まあ1位通過でしようっていう、まず大きな目標を立てて、えー、まあ挑んだ結果が、まあ、まあ突破でき、まずは突破できたので、まあまずは一番低い目標でもまずは突破できたことは良かったなと思っています。 個人では北、ま、京、あ、とあんまりお同じような順位で、まあ、17位、メダル圏内にも全然入らないぐらいだったんですけど、まあ、北京とロンドンがちょうど同じ相手に敗れてしまったって、まあ、まあ、負けてしまったんですけど、点差があんまり多少あったんですけど、プラスになったんじゃないかなと思っています去年、広瀬はポーランドのポズナンで行われたボッチャ世界オープンで、個人3位。 団体では優勝を果たした。また、ソウルでの世界オープンでも、個人準優勝。世界大会で確実に結果を残せるようになった理由は。日本チーム一丸となって、やっぱこれはじゃあまずいということで、アジアオセアニアの団体戦に挑んだ結果が、まあメダルにつながって、その流れのまんま、いいメダルを取った流れのまんま、みんなでいけたので、やっぱそれは本当に、 ポズなんでは優勝と個人戦では3位につながれてまあ本当に良かったなという気持ちもありますしでまあ翌月のまあ韓国の総理であったワールドオープンで団体戦とかペア戦でメダルがなかったっていうのもあって個人戦でもメダルなしでちょっと帰るのはちょっと日本チームとしてはちょっとメダルを取って帰ろうっていう気持ちを自分はま,あまた引き締めて まあ挑んだ結果がまあ準優勝という結果になってまあ気持ちとして変えれたっていうのが大きかったんじゃないかなと思っていますリオパラリンピックでボッチャ日本代表はメダルラッシュが期待されているその中心メンバーである広瀬に抱負を聞いてみたリオでのまずまあ抱負としてはまずは 北京では予選敗退して7位入賞という形で徐々にこうステップとして上がってきているのでリオではまあその以下はありえないと思いますのでまあもちろんメダル圏内は最低目標として一番輝くものはもちろん取りたいなと思っています。悲願のののメダルル獲得に向け立ちはかかるラライイバンンキング上でで一番強いのがタイとかなので まあタイだったり、韓国だったり、中国かな。まあ他にもまああると思いますけど、まあまずそこを倒して、まあアジアだけじゃなくヨーロッパでも、まあポルトガルだったりイギリスだったりとか、もう強い国はありますので、まあそこをまず倒さなきゃいけないなと思っています。世界の強豪を倒し、悲願のメダルを勝ち取るために、今、広瀬はどんなトレーニングに取り組んでいるのか。 ゴムチューブを、まあ誰かに持ってもらって、後ろに引っ張る。負荷をかけるっていうか手に。その投げるっていう動作を軽くできる、するように、前で持ってもらって後ろに引っ張るとか。あとは後ろで引っ張ってもらって前にこうフル動作で前に強く引っ張るとかいうので、まあゴムチューブを使ったりとかいうのはしていますね。9月のリオ本番まであとわずか。 今後のスケジュールを聞いてみたポルトガルである、まあ、ワールドオープンそれから一回帰ってきてそのまま、まあ、リオまで状態を整えて、まあ、リオパラに入るという形になったかと思いますブラジルに多分9月の多分頭ぐらいになると思うんですけど、まあ、それまでな日本で、まあ、調整して9月に入るという形になるかと思います 広瀬には、競技生活の大きな支えになっている曲がある。それは、昔から応援しているアイドルの曲だった。安部夏美さんのスクリーンです。モーニング娘。結成当時からずっと、まあ、好きで、それを結構、えー、大会期間中だったりとか、まあ、リラックスしたりとか、そうしたい時には結構聴いたりはしています。まあ、どうしても遠征とかでぶつかっちゃうとどうしても行けないので、 でき、まあ、る範囲は地元に来てる時は行ったりはしてますね家族も広瀬の競技生活を応援してくれている家族はですね父親と母親弟とまあ私、まあ、4人の生活をしていて母親はですね、まあ、私がボッチャを始めた高校3年から2年後ぐらい、まあ、ちょうど20歳私が20歳ぐらいの時に。 えーまあ、審判の資格を、まあ、取ろうかっていう話で、まあ、取りましたね日本選手権の審判やったりとか、千葉選手権の審判やったりとかしてることは多い,の多いんですけど、まあ、ほぼ母親と、まあ、車で大会行ったり、まあ、新幹線で行ったりとか、そういうことは多いですかね2020年の東京パラリンピックでも、メダルを期待されている広瀬。4年後に向けたた抱負を聞いてみた もちろん、日本でやるからには、私も選手として出場したいなと思っていて、最終目標として見れば、パラリンピックでは本当に確実に金メダルが取れるように、東京では取れるように頑張りたいと思っています。改めて、広瀬にとってボッチャの魅力とは、まあ、ボッチャはそうですね、本当に、頭脳プレーでもありますし、 一回、一セット負けていても、二エンドから追い上げて逆転劇が始まるとか、本当に見どころはあると思うので、ありますし、あとは、このボッチャっていう競技自体が、小さな子だったりとか、ご年配の方だったりとか、あとは、障害者とか、まあ、健常者が一緒にこう、まあ、遊べるというか、健常者と障害者がハンデなしにできる競技だと思うので、やっぱ、それが一番の魅力じゃないかなと思います。 2年前ぐらいからだんだんイベントだったり学校に訪問することがあったりしててやっぱりこうたとえ知らなくてもこう実際やってみると最高のにだんだんうまくなってきてて白熱したりとかそういうところもあったりしてて普及活動というか、まあ、いろんな地域だったりイベントだったりまあいった結果が、まあ、まあ多少みんなに浸透してるのかなっていう感じはします。 最後に広瀬からメッセージをもらったスポーツイベントだったりまあやることがあると思うのでもしボッチャっていう競技がもしあればぜひ体験していただきたいなと思っています利用で見てほしいことはゲーム展開というかその1エンド負けていても逆転劇が始まったりとか本当に作戦が結構 面白いと思うのでそこはぜひ見てもらいたいなと思っています。